カロノサウルスの頭骨、ハドロサウルスかカロノサウルスは、6680万年前から6550万年前頃、白秋後期に生息していたと考えられている恐竜。長蛮類や長脚類に分類される、ランベオサウルス赤の一種で、頭部に特徴的なトサカを有するランベオサウルス赤の中でも、特に頭部の後ろに長く伸びたトサカを持っており、 体長は10メートルないし13メートルと見積もられている。川辺で群れを作って生息していたと考えられており、2000年にアジアで発見したゴトフロア、クセリ金利有によって、ギリシャ神話に登場するアケロン川の渡し森カローンに、ちなんでカロノサウルスと命名された。国流交渉の掲げ県にあるマーストリヒチアン後期の地層から発見された。 特徴的なとさかを持つ頭骨でよく知られている。頭部以外の部分については、同じ地域内から同じ分類群と見られる聖獣と幼獣の化石が見つかっており、それらを元に推定されていて、大腿骨の長さは4.5フィートに達するだろうと見られている。頭部はパラサウロロフスに似ており、発達した全頭骨背面の表面からも伺えるように、おそらく パラサウロロフスと同じように頭頂から後方へ長い三日月状の土坂があったと考えられている。カロノサウルスはアジアで発見されているハドロサウルス科の中では最も大型種の一つでランベオサウルスの仲間は北米ではマーストリヒチアン後期には発見されていないのに対しアジアでは白亜紀末期まで生息していたのだろうと考えられている。ただし そのトサカに当たる部分の化石は完全な形では発見されていない。標本番号、カスト JV1251 から57、長春理工大学ランベオサウルスは、頭部のトサカが特徴的なグループで、中でもパラサウロロフスは、頭頂から後方へ1メートルほどの長さにもなる、棒状のトサカがある。パラサウロロフスの化石が二十世紀初頭に発見されて、以来、 この長いトサカの機能は謎だった。その内部が空洞で花とつながっており、嗅覚を助ける役割を持っていたと考えられた時代もあった。CT スキャンによって頭骨の解明が進むと、パラサウロロフスの嗅覚はそれほど発達しておらず、むしろ聴覚が発達していたことが分かってきた。こうしたことから近年は、花から吸い込んだ息をトサカに入れて低周波を出し、 群れのコミュニケーションに利用していたのではないかと考えられている。ありがとうございます。